HUS-1 を搭載したセティスベイ CH-53 を搭載した硫ジ島ガダルカナルから発進する AV-8C1-64 を搭載したオーシャンヘリコプター揚陸艦は揚陸艦の一種。全通飛行艦板を持ちヘリコプターによる水陸両用作戦を実行する能力を備えた揚陸艦である。後に ドック型輸送揚陸艦と統合された強襲揚陸艦に発展した。ヘリコプターの発達に伴ってアメリカ海兵隊ではこれを水陸両用作戦で活用するための研究に着手した。これはヘリボーンの戦術的な利点と同時に部隊の集結、参拝を迅速に行えるために戦術核兵器の標的になりにくいこと、 また放射性物質を含んだ津波の影響も避けやすいことにも着目したものであった。1947年12月には、シコルスキー R-5 を装備する実験飛行隊として第一海兵ヘリコプター飛行隊が編成され、同期の貧弱な輸送力にもかかわらず、1948年5月の上陸演習、オペレーションパッカード2では、護衛空母、 パラを母艦としたヘリボーンを実施して、その有用性を立証した。しかしながら、戦後の軍事予算削減に加えて、水陸両用作戦という作戦形態の将来性が疑問視されたことから、海兵隊のヘリコプターに関する研究はなかなか進捗しなかった。その後、1950年9月の2ヶは上陸作戦で水陸両用作戦の価値が実証され、 また朝鮮戦争を通じてヘリコプターの有用性が確認されたことから、1951年7月、海兵隊総司令官はヘリコプターによる空中教習という構想を再検討することにした。これに伴い、その母艦となるヘリ空母も検討されるようになったが、この時点では攻撃輸送艦及び攻撃貨物輸送艦に、 航空母艦としての機能を組み合わせたものとして、a p a m または AKAM と仮称されていた。1954年8月には、大西洋艦隊の水陸両用部隊は、LST に変えて AKAM を建造するように提言した。これらの議論を受け、空中教習というコンセプトの妥当性について検討するため、1955年にはモスボールされていた。 護衛空母、セティスベイが強襲ヘリコプター空母に改装された。これにより、同艦は世界で初めてヘリコプター運用に適合させて改装された航空母艦となった。その後、一回り大きなブロックアイランドを同様に改装することが計画された際に、これらの艦が航空母艦の保有枠を圧迫しないように、揚陸艦のカテゴリーに移すことになり、 ヘリコプター揚陸艦という新艦種が創設された。予算上の理由から、同艦の改装はキャンセルされたものの、LPH としては、伊王島級が新造されることになり、これは世界初の新造ヘリコプター空母となった。また、同級の竣工までの前進作として、SX 急行空母艦3隻もボクサー級として改装された。また1956年には、 イギリス海軍も兵員輸送艦に転用していたコロッサス急航空母艦二隻艦上にヘリコプターを展開してヘリ空母としての運用を試みた。これらは同年の第二次中東戦争で実戦投入され史上初めてヘリボーンによる水陸両用作戦を実施した。そして1959年から1962年にかけて より大型の戦闘級航空母艦2隻がコマンド母艦として改装されたが、これは実質的にヘリコプター揚陸艦と同様のものであった。ただし、イギリス海軍はその有用性を評価しつつも予算不足のために専用艦としては維持できず、また北大西洋条約機構から対戦線プラットフォームの拡充を要請されたこともあって、1973年に 退役したアルビオンの代わりにコマンド母艦として改装されたハーミーズは1976年には対戦空母として再改装されて対戦戦と上陸戦の両方に用いられるようになった。これに続く対戦空母として1980年から収益したインビンシブル級でも剣務体制は継続されコマンド母艦としても行動できるよう 600名以上の海兵隊員の上官に対応した。フォークランド紛争号には、その教訓を踏まえて、専用のヘリコプター揚陸艦の計画がスタートし、オーシャンが建造されたが、これも2018年には退役した。これに対しイタリア海軍では、軽空母として運用してきたジュゼッペ・ガリバルディについて、後継となるカブールの収益とともに固定翼機の運用を終了し、 ヘリコプター揚陸艦として運用するようになっている。アメリカ海軍イギリス海軍、ありがとうございます。